今日はかなり今更の話になってしまうけど、スノのカバー機能を解説していくよ。このチャンネルではスノの機能は実装された直後に解説しているけど、カバー機能は初期からあった機能だから解説するタイミングがなかったんだ。他の機能の解説が全部終わったから、この機会にカバー機能の解説をしてみるよ。前々からカバーを使っている人には知ってる話が多くなると思うけど許してね。カバーは選択した曲のメインメロディーと同じ曲を生成できる機能になるよ。いわゆるカバー曲を作る機能なんだけど、それ以外の用途で使うことも多いね。まずは歌詞修正をやってみようか。歌詞を修正したい曲でカバーを選んで、歌詞だけ修正してプロンプトは同じにする。これで同じメロディーで歌詞が修正されるよ。具体的にどんな感じになるのか実例を聞いて確かめてみようか。今回の実例では前半部分は歌詞修正して、歌詞がどう修正されるかを確認して、後半部分では歌詞の修正は行わずに修正前と修正後の曲を同時再生してみる。要するに歌詞を修正していない部分が同じ曲になっているか確認するわけだね。カバーの カバーとカバープラスペルソナ、そしてアドボーカルで歌詞を修正してみたよ。カバーは歌詞の修正はできるけど、元の曲を再現することはできないんだ。特に大きな違いはキーが変わること。先ほどの実例はキーがマイナス1されていたんだ。だから修正前の曲と修正後の曲を同時に再生すると音程がずれているから変なハーモニーになってしまった。同時に聴いてそれが分かったと思う。カバーはメインメロディーは再現するけど、それ以外の部分の再現度は弱い。この問題はペルソナを併用すると解決する。カバーとペルソナは併用できるから、修正する曲のペルソナを作ってからその曲をカバーしてペルソナを追加する。こうするとカバーの再現が弱い部分をペルソナが補強して再現度が高くなるよ。ただカバープラスペルソナも完璧な再現はできない。ちょっとした差ができることも多いよ。だから先ほどの実例で同時再生した時、完全に同じ曲には聞こえなかったと思う。一番再現度が高いのはアドボーカル。同時再生してもほぼ差がなかったね。ボーカル曲にアドボーカルを使う方法は別に解説動画があるからそっちを見てね。なら再現度が一番高いアドボーカルで歌詞修正すべきなのかというとそうでもない。スノは再現度を高めるほど音質が劣化し、生成結果が不安定になる傾向があるんだ。だからキーや伴奏が変わってもいい。そう思うならカバーを単独で使った方が自然で綺麗な音の曲を作りやすいよ。再現度の低さは利点にもなるんだ。再現度の強さやそれによる音の劣化は修正する曲によってかなり変わってくる。だからどれがおすすめとも言いにくい。毎回正解が変わるというしかないかな。それと歌詞を修正しなかった場合は当然ほぼ同じ曲が生成されることになる。つまりリマスターと似たことができる。
ただリマスターとは再現度が違うから。リマスターの音質の劣化が気になるときは再現度の低い他の方法を使うのもいいよ。最近リマスターも V4.5 プラスに対応したけど、相変わらず挙動は微妙だからね。それじゃ次の話に進もうか。次はボーカルの性別変更をしてみよう。ボーカルの性別を変更する場合に問題になるのは歌声の音域の違い。女性ボーカルと同じ音程で男性が歌うのは、まあ普通に考えて無茶だとわかるよね。先ほど説明した通り、カバーはキーがずれ、でもキーを近づけようとする力もあるんだ。女性ボーカル曲を男性ボーカルにしようと、カバーを使うと多少はキーが下がる。でも男性の自然な音域までキーは下がらず、不自然に高い声で歌ってしまうことも多い。この対策として使えるのがアジャストスピード。これで事前にキーを補正するといい。現在のアジャストスピードはキープピッチが、オンだと 0.01 秒刻みで速度の調整ができる。そしてキープピッチをオフにすると、特定の場所で速度が止まるようになるけど、この止まる場所がキープラスマイナス1の場所なんだ。つまりキー調整を前提とした仕様になってる。1倍から左に5回動かすと 0.75 倍。これはキーがマイナス5される設定になるよ。1倍から右に5回動かすと 1.33 倍。これはキーがプラス5される設定になるけど、キープピッチがオンならキーは変わらない。速度だけが修正されることになるよ。つまりキープピッチオフで 0.75 倍。続いてキープピッチオンで 1.33 倍すると、キーがマイナス5されて速度は元に戻る。こんな風に自由にキー操作ができるよ。それじゃカバーのボーカル性別変更を、実例を聞いて確かめてみようか。カバーの カバーによるボーカルの性別変更とアジャストスピードでの補正を聞いてもらったよ。ボーカルの性別変更には2つの問題がある。1つは曲調が変わってしまうこと。この問題はペルソナを併用して再現度を高めればある程度は解決する。もう1つの問題は先ほど話した通り、性別によって歌声の音域が違うこと。これはアジャストスピードを使うことで一応対応することはできるんだけど、アジャストスピードで音質が劣化するから、その影響を受けて微妙な音になりやすい。キーを動かすほど音質は劣化するから、今回の実例のように激しく動かすのは必須以上。歌声の自然さと音質の劣化を天秤にかけてバランスの良い設定をすべきだろうね。それじゃ次の話に進もうか。次は伴奏を変更することを考えてみるよ。今までの話はボーカルを変更しつつ、伴奏は同じにする方法を考えてきたけど、今度はボーカルだけは同じままで伴奏を別の曲に変えてみようってことだね。
これは単純にスタイル欄のプロンプトを変えればいいんだけど少し問題がある。カバーはある程度伴奏も再現するから元の曲の伴奏の影響が残ってしまうんだ。この問題の対処方法は2つある。1つはスタイルインフルエンススライダー。スライダーでプロンプトの効果を強めれば相対的に元の曲の影響は減る。もう1つはステム機能を使ってボーカルだけのデータを作ってしまうこと。ボーカルだけの曲をカバーすれば元の曲の伴奏の影響は当然ゼロになるよね。それじゃカバーによる伴奏変更の実例を聞いて確かめてみようか。カバーの中で夢を見る君のぬくもり感じている。離れても消えない思い。カバーの中で夢を見る君のぬくもり感じている。カバーを使うときにスタイルを変えることでボーカルを維持しつつ伴奏を変えてみたよ。元の曲の影響はかなり強くてカバーだけだとあまり曲が変わらない。大きく曲調を変えたい場合はインフルエンススライダーやステムを使うといい。でもステムで伴奏を完全に消しても元の曲の影響は完全には消えないよ。歌のメロディーが同じだと伴奏やリズムもある程度似た感じにはなってしまうんだ。これは音楽の構造上そうなってしまうから元の曲にある程度似るのは仕方ないね。それじゃ最後に歌を消してしまう。ボーカル曲をインストにする話をしようか。カバーは新しい歌を追加するけど歌詞がなければインストになるんだ。単純にインストゥルメンタルをオフにしてもいいし、リリック欄を開いて空欄にしてもいい。私はリリック欄を開いた後にメタタグでインスト曲だと指定することにしてるよ。これが一番動作が安定する気がする。ただ気分程度の話だから好きな方法を使ってね。それじゃカバーでボーカル曲をインストにする実例を聞いてみようか。カバーの カバーを使ってボーカル曲をインスト曲に作り変えてみたよ。インスト曲にするときの一番の注意点はボーカルの代わりを追加すること。同じプロンプトのまま歌詞だけ消すとボーカルのメロディーが消えることがある。だから消えたボーカルの代わりになる何かのプロンプトを追加するといいね。もちろん伴奏だけになるような曲を作りたいのであればそのままでいい。動画も長くなってきたからカバーの話はこの辺で終わりにしようか。
まだインストからボーカル曲やインストからインスト曲の話はしてないけど、このパターンの挙動は分かりやすいから解説しなくても大丈夫だと思う。今回の動画でスノの機能についてはオーディオ機能以外全部解説が終わったはず。オーディオ機能は以前説明した通り、話が音楽的に難しくなるので解説はしないよ。スノスタジオが実装されたら、おそらくオーディオの実用性が跳ね上がるから、スノスタジオの機能解説の中でオーディオの解説もすることになるだろうね。それじゃ、またね。